夢ラジオ第2086回、今日は令和2年4月7日火曜日です。時刻は午後2時、横浜港北、火曜の午後ですね。日が差してきました。あったかいです。今日はこの後オンラインの授業があって、そしてそれが終わったら走りに行ってきましょう。もう新緑の頃、緑道はとっても気持ちいい。ランニングコース。世の中は自粛だとか、そんなものはぶっ飛ばそう とはいえ、まあ社会に生きておりますから、人の集まるところに行くなと言われてるわけですから、行かないことにしましょう。ランニングはいいよね。夢ラジオです。2086回目。暖かな春の日、西に面した大きな窓からの港北の風景。なんか街の屋根がキラキラしていますね。とっても綺麗です。夜景も綺麗だというふうにいつも話してますが、昼間の景色はやっぱりそれにも増して明るい風景ですよ。さて、2086回目、今回は日本にロックダウンは必要ない、こんなタイトルでお話しします。日本にロックダウンは不必要。ロックダウンっていう言葉ですよね。こう閉じ込めるとか封鎖するとか、鍵かけて入れなくするとか、まあそんな意味ですね。で、ロックアウトっていうと鍵かけて外出しちゃうっていう、そんな意味ですよね。で、そのロックダウンって言葉が俄然なんかこの1ヶ月ぐらいで人口に膾炙し、そして日本でそのロックダウンが行われる行われないというのが話題になりました。で、このロックダウンが行われたら本当に封鎖なので、交通機関は止まり、道路も封鎖され、人の移動が物理的に制限される。要するに私権がもうある程度侵害されることになりますね。移動の自由という私権が侵害されますよと。どうやらニューヨーク、ロンドン、パリ、こういうところでは行われているようですね、このロックダウンが。まあ、そんだけ深刻なんですよ。そして日本ではやらないっていうふうに言ってますね。で、今日から非常事態宣言3週間をめどにという話です。まだ私は中身見ておりません。まあ、もう出てんのかな、今2時ですけど。ただもうロックダウンはやりませんよっていうのは、昨日安倍首相も小池知事も言ってありましたね。で、今回の夢ラジオのテーマ、日本にロックダウンは不必要。結局そこまでね、そこまで憲法で保障されている移動の自由等を侵害しなければならないほど、人が言うことを聞かないんですよね、外国は。外国行かれたと、まあツアーで巡っただけならともかく、そこで一定程度勉強もしたとか、もしくは一定程度生活したっていうお方なら、言うこと聞かないのが、ずる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 いるのが外国だというのが、多分身に染みた実感だと思います。そうなんですよ。言うこと聞かない。そしてね、ただそれは悪いことばかりでもなくて、オリジナルに生きてるとも言えるは言える。自分の意見を持って生きてるとも言える。ところがやっぱ言うこと聞かないんですよ。ですからやっぱ自分個というこの単位で生きてますので、だからロックダウンというああいう強権的なことをやらないと、やっぱ収拾つかないんですよ、外国ではね。ところが日本では人が言うことを聞くんですね。
で、日本で人は言うことを聞く、そして外国では言うことを聞かないっていうのは、一番現れるのが震災とか、災害とかっていう、ああいう時にもろに現れますね。で、東日本大震災の時、日本人が列を作ってですね、少ない量の、配給をみんなで、分かち合ってたみたいなのが話題になりましたね。あれ、外国ではね、絶賛なんですよ、あれって。それはアメリカでも、イギリスでも、ドイツ、フランスでも、ああ、ならないんだ。お隣の韓国で無理だ。チャイナは論外ですよ。ならない、あんな風には。もう暴動が起き始めるんですよ。ああいうのがあるとね。無秩序だから。日本人はああいう風に無秩序になっても、そこに、なんていうか、倫理働くんですよね。やっぱここで、その無秩序になっても倫理働くという点においてはね、やっぱ皇室の存在っていうのは、もう絶大な力があるんだと私は思っております。やっぱ皇室の存在と一見無関係のようでいてね、ああいう無秩序になった時の倫理の発生っていうのは、私は無関係でないと思う。皇室がなかったら日本人だってどうなるか分かんない。東日本大震災の時ね、もう9年前ですか、私はプサンにいたんですよ、なぜか。で、その時タクシー乗って、タクシーのおじさんが、なんかね、日本人ですかって言うから、そうですよみたいな。ただ暴動起きてませんねって言うから、起きるわけないですよって答えるとね、韓国だったら絶対暴動ですねって、あれ本気ですよ。そうなんですよ。お隣の韓国って、まあ近いし、まあ、日本人と似てる部分もあって、だけど私もそう思いますね。韓国で同じことあったら暴動起きますよ、ギャーみたいな感じで。日本人はそれをしない。ですから、ロックダウンとかしなくても、やめろっていうふうに、今回みたいにもう言われれば、みんなやめるわけで、で、私もやめてるわけですよ。例えば、ね、人が集まるところに行かないでって言われたら、はい、緊急事態宣言です、あ、わかりましたってことですね。皆さんもそうじゃないでしょうか。で、なんか YouTube でね、なんかニューヨーク在住のね、大阪弁のね、おばさんが、なんかほんまに聞いてほしいんや言って、ニューヨークの今の姿は日本やでとかって感じでね、言うてはりますよね。で、えらい視聴回数が上がって、なんか話題になっておりますが、で、ああ言っていただけるのは非常にありがたい話だと思いますが、ああはならない、やっぱああはならない。ハーレムに住んでるんやけど、いや、そこに住んどう時点で、そうなんですよ、言うこと聞かへん人らが身の回りおるんやろうなって思いますね、やっぱり。字が読めなかったら言うことも聞けないでしょ。いや、そういうレベルなんですよ、世界って。字が読めるかどうかは分かりません。これ、フランス、ドイツでもそうでしたよ。ニューヨークなんかもっとそうじゃないかな。で、外国だったら、ほら、まあ、アメリカ例にとってもハリケーンが起きたって言って、大洪水って言ったらすぐ暴動がドーンと起きるじゃないですか。あれなんですよ、結局は。あのノリだから、何々をするなと言われてもわからない人多いし、で、分かったとしても、そのするなと言われたからやっちゃうしみたいな感じで、で、ざまなわけですね。で、日本人はというと、これこれはいけないことだからやめなさいって言われたら、しかも政府レベルで言われたら、なんかそうかなと思ってみんな聞くじゃないですか。そうすると、まあ、物理的に人が合わなければ、感染は減っていくでしょうね。だから日本人の性質がですね、諸国民みたいにですよ、外国人みたいにですね、言うこと聞かないんだったら、ああ言われたって、ふふんみたいな感じで、どっか行って、ほいで触れ合ってみたいなことになるかもしれないが、日本人やっぱしないので、ご飯買いに行くぐらいね、食料品買いに行くぐらいはスーパー行っても、まあ、あとはもう家帰ってきて、で、私もランニング行くぐらいですよ、やっぱもう。
大体今日が非常事態宣言で、ね、効果が出るのは2週間くらいとなります。もちろんそれくらい時間かかるでしょうけど、あと2、3日、シューッと感染者が上がったとしても、その後あたりからだんだんこう日本では急速にぐーっと下がっていかないかなと、私は期待しておりますが、ただこれ分かりません。ただ非常事態宣言が今日出され、で、それの影響は多分大きいでしょうから、日本人が言うことを聞くっていう、それには私は信頼しております。ね、日本人のその倫理には信頼しておりますので、私は外人は信頼しません。外人は信頼できません。外国はだから行きたくない。いくらドイツ語やフランス語、ね、そういうのは、ね、喋れても、ね、パリやベルリンなんか頼まれても行きたくない。ね。まあいや、そんな話はどうでもいい。だから外人というか外国とは違いますのでね、ここって。ですから、まあ、それでこう感染者数がぐーっと減っていったら、もうその減り方が一定確認された時点で株価はビューンと上がるでしょうね。そうなんですよ。早く株価上がれ。もう、早く2万円をもう一回回復しろと。夢ラジオ。第2086回。今回は日本にロックダウンは不必要。こんなタイトルでお話しました。リスナーの皆さん、元気取り戻しましょう。もうすぐです。感染者減っていくのはもうすぐです。